What's up YouTube? こんばんは、もじゃです。今日はね、以前からコメント欄の方でいただいてたあることをやっていきたいと思います。ダーン、ペヤング焼きそば激辛マックスエンド。もじゃは辛いのが非常に苦手です。ココイチで5辛も食えばもうギリギリ。早速やっていってみましょう。いやな、辛いのもうマジで嫌だ。死より代わりに変わる小さなお子様はダメって。炎上するかも、炭酸さん。ここまであげよう。根も普通、根は普通に、うん、これがヤバそうで、ね、スタンダードのペヤングは知らんから。これが激辛のソースね。そうそう、激辛のソースと火薬は普通の火薬かな。これ辛かったりするのかな。ちょっと食ってみよう。辛くはないな。辛くはないな。よし、じゃあお湯入れていきます。3分かな。そうですね、上入れて3分です。じゃあ3分測っていきます。あんまりね、ペヤング自体ね、俺食ったことなくて、まあ、基本はもう一平ちゃんか UFO しかないですね。もともとペヤング知らないので。そう、関東が主な感じよね。関東の焼きそばって感じ。あ、そうなんだね。多分ね、まあ焼きそばといえばなんか北海道とかにね、弁当焼きそば、焼きそば弁当、焼きそば弁当つって、なんか味噌汁か、なんかついてる。味噌汁ついとったっけ。知らん、食べたことない。なんか違うのがあるみたいな、いた、うん、したけど、うん、うん、あとなんかある。うん、そうね、石垣はカップ麺といえばね、うん、金ちゃんラーメンが有名ね。あー、金ちゃんラーメン有名っすよね。もともと製造元の徳島製粉っていう徳島の会社で、うん、でそこで作ってるけど、徳島よりも石垣の方がよく売ってるっていう。そうね、売り場面積がやたらと広いっていう。うんうん、人気あるので。金ちゃんヌードル知ってますか。知らん人が多いっちゃう。九州も金ちゃんヌードル売られとった。そのいや、なんか前は1万円とかもらえるって。ああ、金鶴マークを集めて送ろうみたいな。いや、あれたまにじゃない、キャンペーン的なやつ。なんか CM でそれをやっとった。うん、お父ちゃんが食べてみてもいいですよね。多分炎上するやろな。うん、赤ちゃんに食べさせてみたっていうこと。離乳食で。はい、はい、じゃあお湯を捨てていきます。はい、できた。お待たせちゃん。じゃあ早速入れていきます。ポンポンしてキャベツ落とすのね。そう、俺はね、ちゃんと。よし、じゃあ入れていきます。マジヤバそう、色が黒い。いや、これはパッケージの色だと思う。うん、だけどさ、エンドソースだよ、だって名前が、うんうん、超ヤバい。いや、笑ってるのも今のうちだよ。ペヤングはこれで商品開発をやめるっていう話で、エンドっていうタイプになってるよね。うわ、色ヤバ、色なんか、ま、匂いもすごいな。赤くはないね。赤い赤い赤い。あ、これ画面越しだ、全然赤さ伝わらないけど。あ、大丈夫かな。赤いよ。シュウリもすんごい覗き込んできたよ。もう机に登っちゃう。保育園だったら送られとるよ、シュウリ。これうわ、匂いやば。でもそこまで、あー、どうだろうな。相当やばいよ、もうよだれやばいもん。焼きそばの匂いはするけど、ちょっと何系かな。唐辛子だよ。あー、なんか喉の、鼻の奥かな、鼻の奥の方がなんか刺激される、刺激臭かな。いただきます。あ、熱い。まだ俺猫舌だよね、知っとるよな。食いたくねえな。むせそう。食べれとる。辛すぎてシャッキリが出る。喉に詰まってシャッキリが出る。このシャッキリが出る。持ってこよっか。全くコメントがない。ノーコメントで食べてる。
辛いけど、今の正解やり方、俺の。どういうやり方？もう時間置いたら食べるの嫌になる。もう無理、食えん。もうごちそうさまする、今日は。いや、もう痛いもん。もうじゃあ、ちょっと違うね。ちょっと待って。わぁ、1リットルしかないからね、それ。計算して飲まんと。やば。悲しい？悔しい。悔しい。悔しい。悔しい、悔しい、悔しい。だがこれでいい。やば。なんかどんどん後から来るけん、やっぱ正解やった今のやり方。うん、でもこれ以上食え。病院行く？救急車呼ぶ。自己責任だからね。違う、なんか辛さの種類が、うん、なんか唐辛子辛いのはよく分かった。なんかこうタイ料理みたいな、なんか後に残る。お母ちゃん、あとこれだけ食べ。うん、美味しいよ。ご飯にかけて。だって俺全然食えたやろ。どういうこと？全然食えたやろ。これもう残ってない状態で。じゃあ、あとはお母ちゃんがいただきます。あ、自分でこれ持っといて。食べとくから。バリヤバいよ。自分、あ、インカメラに直す。あー、あー、やばくない？あ、バカ、絶対ダメ。しおりにやらんでいい。これ死ぬよ。ちょっとやばい。ちょっとやばいって。あ、すげえ、おか、うん、全部いった。うん、やばくない？はい、というわけで今日はジエンドじゃなくて、何やったっけ、激辛マックスエンド食べてみたんですけど、マジやべ。なんか思考力が止まる。何杯用意したかわからんくなる。とは気づいたらもう鼻水とかやばいし、口がずっと痛い。口がなので、辛いのが苦手な人はしない方がいいと思います。俺苦手なんですけど。半分くらいいった？半分以上いった？うん、半分以上いったんじゃない？ちょっとお母ちゃんが食べてくれたんですけど、まあでもね、俺の作戦1000円良かったと思うよ。ずっと食うみたいな。うん、もうでも食べてしまってから後がはーってなって、いっぱい飲んだらいいかも。今やばいな、粘膜系がマジでやべえです。ありがとうございました。膝直さんし。もちゃんの動画を見てください。チャンネル登録してちょうだい。もちゃんのお店に来てちょうだい。リクエストには答えるスタイル。ねん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 、銀ちゃんヌードル、みんなの合言葉。銀ちゃんヌードル、みんなに愛されて。ラン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 、銀ちゃんヌードル。